です。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのは川崎ゼファー750ファイナルエディションのご紹介となります。こちらはですね、ご覧の火の玉カラーにね、カスタムしてしまいました。ですね、ヘッドランプです。大きな、ね、レンズ割れ、メッキ部分、サビ色、ね、するところございません。メーターカバー、ブラックに変更となっております。転倒による、ね、大きな傷、ケース割れするところも、ね、ございません。ウィンカーです。はい、こちら、ね、大型のウィンカーに変更となっております。大きなレンズ割れなど、ね、ございません。フロントークですね、オイル漏れ、点サビ、そういったところも、ね、見受けられません。非常にコンディションいいですね。アウターもね、転倒による、ね、大きな傷などもちろんございませんね。フェンダーです。メッキのフェンダーに変更となっております。はい、そして足回りですね、ブラックの3本スポークとなります。もちろんですがね、大きなガリ傷、曲がり、そういったところも見受けられませんね。ブレーキです。ダブルディスクとなります。サビ色による、ね、キャリパー固着、そういったところも見受けられませんね。はい、ではね、サイドマッチエンジンです。はい、空冷の4気筒エンジンとなります。ヘッドからの大きなオイルいじみ、そういったところも見受けられませんね。キャブレターは FCR の35に変更となっております。もちろんですがね、ガソリン漏れ、そういったところも見受けられません。はい、そしてね、ポイントカバー、クランクケース、こちらも転倒によるね、大きな傷などございませんね。エンジンはしっかりね、エンジンガードでね、ガードされております。はい、フレームサイドカバーですね、こちらもね、転倒による大きな傷などね、こちらございません。はい、そしてね、ステップです。川崎オリジナルステップですね。こちらもね、転倒による大きな、ね、削れなど、曲がり、そういったものございません。はい、そしてマフラーはね、ブラックの集合感、ショートカットになりますね。サンダーのちょうどご紹介したいと思います。はい、ではね、ピアシマリです。フロント同様、ブラックの3本スポークとなります。こちらもね、大きなガリ傷、曲がりね、そういったところ見受けられませんね。はい、ではね、リア周りのご紹介です。はい、フェンダーレスキットでね、すっきりと仕上がっております。はい、シートです。はい、こちらもね、大きな破れ、切れ、そういったものございませんね。はい、足つきね、非常に良さそうなシートとなります。はい、タンクです。火の玉カラーのタンクですね。はい、大きな塗装剥がれなどございません。ここね、ちょっと凸凹程度でしょうかね、ちょっとへこみありますが、機能上問題はなさそうです。はい、ではですね、タンク内ご紹介いたします。はい、タンク内です。はい、こちらもね、大きなサビ色出ておりませんね。はい、それではですね、エンジン始動といきたいと思います。ハンドルはアップハンドルに変更となっております。はい、ギアいきます。はい、問題ありません。バブラをいきます。非常に、ね、エンジンのかかりも、ね、手上がりもいい車両となっております。ぜひね、ゼファー750、お探しの方、お問い合わせをお願いします。